皆さんこんにちは、レガテドリブル塾竹谷です。今日はミッドフィルダーにおすすめなまたぎ系フェイントを5選紹介していきたいと思います。シンプルで簡単だけど実践でも使いやすいフェイントを5つ厳選したので、ぜひ皆さんも練習して試合で試してみてください。それではやっていきたいと思います。普通のシザースはシザースの後逆足のアウトでタッチをして逆をつきますが、これの場合はさらにもう一つステップを入れてからかわしていきます。このステップを入れることによって次のアウトのタッチをした後にスピードを上げやすいというメリットもあります。ポイントとしてはこのステップを入れるときにボールから遠くではなくボールのすぐ近くで踏んで次のタッチを速くすることを意識します。ステップオーバーもかなり実践的で使いやすい王道なフェイントです。普通のシザースよりもさらに大きくダイナミックにまたぐことが大切です。大きくまたいだ後反対の足を素早く反対側へ移動させることがポイントになってきます。本当にそこへボールを運ぶぞっていうイメージを持ってフェイントをかけるとよりリアルさも生まれて相手が引っかかりやすくなります。このフェイントの場合は相手を騙してかわすっていうよりも相手のタイミングをずらしてかわしていくフェイントです。ポイントはシザースした足が地面に着地する前に次のタッチを行うことです。遅くから一気に速くっていう緩急も意識してやるとより効果的なので、ぜひここも意識してやってみてください。軸足の後ろにボールを通すビハインドターンで一度相手を食いつかせてから素早くロールシザースで逆をついていきます。ロールシザースはボールを足裏で転がしながらシザースを入れることを言います。ビハインドの後のロールシザースはロール、つまり転がすこととシザースを同時にやるイメージでやります。ボールを転がした後その足をボールの前に着地させる意識でやってみてください。このテクニックはパスを受けた時やルーズボールなどトラップ前の駆け引きとして使えるフェイントです。一つ注意点としては速いパスを受けた時などはボールが後ろに流れすぎてしまうため、このフェイントを使うことが難しくなります。緩めのパスを受けた時や自分の背後に十分スペースがある時に使うようにしましょう。はい、いかがだったでしょうか。以上がミッドフィルダーに使えるまたぎ系フェイントでした。ぜひ皆さんもチャレンジしてみてください。今日この動画が役に立った、面白かったと思ったら来たらぜひグッドボタンの方とチャンネル登録がまだの方はぜひチャンネル登録の方よろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。 See you next time.